神戸に有名な安藤義典というピアニストがいました。今もいるんですけど、その人と、純ちゃんととか、高岡君とか、みんなでいろんなオリジナルをレコーディングしたりコンサートをやってた中に、そのファロー・サンダースっていうピアニストのことをすごい好きで、フォーマイバラーっていう曲を作りはって、その曲なんですけど、なんとベースが主役の曲なんですけどね、それだけで聴く気半減でしょ。主にホームベースをやってますという感じで、全然それでは、そのフォーマイバラーっていう曲をお送りします。とっても好きな曲で、とっても好きな横山君と一緒にやります。Thank you.